JYP 所属、ナクジュン、21キロ減量してカムバック。デジタルシングル、スティール、コンセプト映像のスリムな姿に注目。写真イコール、スティール、コンセプトフィルム映像ナクジュンが体重を21キロ減量し、変わったビジュアルでカムバックする。JYP エンターテインメントは1日、所属歌手ナクジュンが10月10日の午後6時に、スティールをリリースし、カムバックすると伝えた。これと関連して JYP は1日の正午、公式 SNS チャンネルを通じてナクジュンのカムバックを知らせるコンセプトフィルム映像を公開し、目を引いた。ナクジュンは10秒ほどのモノクロの映像の中で、さらにシャープになったビジュアルを誇示し、関心を集めた。特にナクジュンは、今回のカムバックのためになんと体重を21キロ減らしたと知られた。ニューデジタルシングル、スティールをリリースし、タイトル曲、スティールが持っている感性をより効果的に表。変するためにダイエットをしたナクジュンは、シャープなビジュアルに変身してファンに新鮮な魅力を見せる予定だ。JYP はナクジュンのカムバックを控えて予告イメージ及び多彩な予告コンテンツを順次公開し、新曲、スティールに対する期待を高める予定だ。ナクジュンの新曲、スティールは、別れた恋人がそれぞれの観点で自身の感情を振り返ってみる、ポップバラードジャンルのナンバーだ。イントロはナクジュンの声の深さを感じることができ、リフレーン、繰り返し、では感情が最大化され、リスナーの感性を刺激する。SBS K-POP スターさんの優勝者であり、バーナード・パクという名前で人気を得たナクジは、2017年にパクナクジュンという自身の本名から取ったナクジュンに活動名を変えた。ナクジュンのデジタルシングル、スティール、及び同名のタイトル曲の音源は、10日の午後6時に各種音楽配信サイトを通じて公開される。